ね、ちょっとね、まあ、これ何？もうお年玉じゃないんですけど、これもね、実践、超実践。現金。これね、僕って実はですね、まあ、この番組は、キャラのスポンサーのテーションだ！ブーブリズムーズ。よし！じゃあ今日も行きましょう、先生。はい。よろしくお願いします。お願いします。アイスクリーム講師のデスネイさんでございます。そしてはい、ボイスドクターのリーです。あー、明けましておめでとうございます。本当に ちょっと遅いかもしれないけど、そうですね、もう1月中旬か終わり際ぐらいに、はい、今回の動画上がるかと思うんですけれども、そうですか、はい、とはいえ、うんうん、まあ、2024年ですよ。はい、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう、はい、皆さんもよろしくお願いします、はい、ということですね、うんうん、年が変わると、うん、人間は何が起きるかというと、はい、やる気が出るんですね。なるほど。私こそは。そうです、そうです。なるほど。僕はあんまそういう波ないんですけど、なるほど、なるほど。常にやる気満々なんですけども、うんうん、あの画面前の皆さんですね、うんうん、結構、今年こそは。なるほど。もう俺はやったるぜ。やったるぜ。ボイトレを。やりましょう。いや、もう何者かになりて、うんうん、人多いと思うんですわ。大事ですけど。大事です。うんうん、いや、そのスイッチは大事。うんうん、だし、そのスイッチを入れたはいいものの、うんうん、今日はですね、うん、その灯火を、うん、ぜひ年末まで保ってほしいということで。そうですよね、1年間ね。そう、もうなんならもっと燃えたぎらしてくれっていうことで、うん、そうだそうだ、2024年、うん、絶対に知っておいてほしい、はい、ボイトレの知識をお話ししていきたいと思います。おー、めっちゃよくないですか。いやー、これはいいね。やっぱりその情報は常にアップトゥデートしていきますので。本当にそうですよ。いつまでそのボイトレやってんのとかね、うん、こう、ありますから。あります。しかもなんかね、TikTok なの、YouTube ショートなの、いろいろ流行ってるじゃないですか。いろいろね。またよりこう動画市場がね、こう盛り上がっております。あ、そうですか。なるほど。いろんな情報もこう錯綜してる中で、あ、正しい情報はぜひ、うんうん、皆さんにこうね、ゲットしてほしいというところで、いろいろとお話ししていければと思っておりますので、はいはい、いろんな人の役に立てるような、そうですね、僕の専門とする歪みだとか、うんうん、まあ、ホイッスルだとか、うん、先生の専門とするミックスだとか、そうですね。ね、そんなところ全部をこう網羅したような知識をですね、積み隠さずお話していこうと思いますので、はい、ぜひ最後までご覧くださいというところで、はい、こんな感じでこのチャンネルでは日々の発生関係の話、はい、ボイトレ関係の話、アップロードしておりますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はこの機会によろしくお願いします。先生のチャンネルもぜひ登録よろしくお願いします、はい、ということで、じゃあ本編いっちゃいましょう。さあ、はい、そしたらなんと、はい、小道具があります今日。これね、ホワイトボードがさっきダイソーで買ってきたんですけど、なるほどなるほど、現地調達したんですけど、これですね、そうそうそう、いやいや立派です、立派ですよね、はい、うん、300円なんでこれ、なるほど。100円だけど、100均では高めない、そう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 、そう、まあ、でも値段以上、お値段以上なんで、これ立ちますね、立ちそう、立ちますね。これを使ってどうするのかというと、はい、今日はちょっと方式、うん、をちょっと考え、ざっくりなんですけど考えてみまして、まあなんか発生って言ってもいろいろあるじゃないですか、はいはい、それぞれのなんか得意な分野があったり、うん、得意っていうか、まあより専門性の高い分野があったりとかするわけで、うん、そのなんかまあお題をちょっと決めて、はいはい、そのお題に沿った、うん、知っておいた方がいい知識、うん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 、をちょっとお話しできれば、今知っておきたい知識ってことですか。あ、そうです、そうです、そうです、今この2020年だからこそっていうのをテーマ決めて、はい、そのテーマに関してドン、わかりました、ドンしてわかりました、やっていこうというところなんですけど、はい、まあ、はい、ここはね、福岡先生の庭ですから、なるほど、先生の、はい、じゃあ専門とするミックスからいきます、ね、ああ、ぜひぜひ、じゃあいわゆる高い声、うんうんうん、まあ高い声というか、高い声も出せる発声というか、うんうんうん、ミックスボイスですね。まあ、とにかくミックスボイスというやつに関して、そう、うんうん、シンキングタイムですね。わかりました。あー、これどうしよったら、これこうしよっ、言っていいかなっていう。いや、俺も、これな、これ有料すぎるけど、悩むけどね。あー、なるほどなるほど。うん、でも言うか。僕はちょっと、酷というか、うんうん、現実すぎるかもしれない。リアリティショーがすぎるかもしれないな。これかな、一言で言うなら。できましたよ、僕。いや、僕もできました。オッケー、はい、ちょうど、じゃあせーので出してみましょうか。はい、行きますよ、せーの、ドン。おー、なるほどね。え、なんでしょう、なるほどね、僕はですね、2027年までかかる。これも真理ですよね。そう、大喜利みたいになってるけど、うわー、いきなりやる気を。悪い人だなー。いや、でも、正しい、迷ったんだよ、そういうことなんですよ。迷ったけど、一つ全部を含めて、ね、こうなった。でも大事ですよ。千里の道も一つだからね。ね、今日一日進むことによって成し遂げれるんで、ね。でも時間がかかるってことでしょ。でっかい。おもろ。おもろです。3年かかるとかじゃないです。2027までかかる。2027まで。2024だから。今年できないというね。そう。いや、わかんないですけど、ね。わかんない。いや、わかんない。できる人もいるからね。そうそうそう。そこはまあ人によるんだけど、でも3年かかるぐらいの。そう。やっぱ石の上にも3年とよく言ったもんでね。思っといた方がいいんですよ、ね、そうそうそう、あの、まあ、じゃあこれ、この流れでこれ話しますと、もちろん、もちろん、なんだろう、その、なんだろうな、
早くできると思ってる人ほどできない。そうなんだよな。やめといた方がいいっすよ。そうなんだよな、うん、あのなんだろう、これ僕の優しさなんですけど、早くできるって思ってる人はできないんで、やめた方がいいっす。優しいからね、うん、僕結構ね、あの辛口なんですよ。そうっすね。で、なんかみんな僕のとこに来てくれるんですけど、あ、はいはい、大体みんな僕に怒られてくるんですよ。はい、いや、申し訳ないんですよ。すげえ、ね。でもそれぐらいやっぱりみんな、スパルタなんですね。まあ、ね、かけてきてるというか、まあそうですよね、僕は厳しいことをやっぱり言う係だと思うんで、なるほど、なるほど。多分できてると思うんですけどとか、あ、そうですね。あともうちょっとなんですけどって言ってる人はできてないです。いや、できてないですね。うん、それは僕もよく言うんですよ。そう。多分できてるんですけどはできてないです。そうね。まあ、厳しいけどですね。厳しいです。でもそこに気づくことが、また新たなスタートラインになって、本当に逆に早道になるというかね、うん、本当にそうですね。まあ、ただ早道といってもやっぱり時間がかかるものだということですよ。そうです、うん、時間がかかるという前提が大事。その、うん、時間をかけてやろうってしてる人というのは、うん、愚直に地道な努力ができるっていうことなんで、うん、そのマインドセットこそ、うん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 、で、それが一番早いんですよね。そうですね。3年かかると思ってたら1年でできることがあるんですけども、うん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 、1年でできると思ってて1年ではできないんですよ、ね、っていう理論でこういう書き方をしました。つい、ね、からね、厳しい言葉か。今さ、手放くしがれないように。いや、でも大事なんですよ、これ。そうね。全部含めたんですよ、これ。うんうん、全部の意図を。わかります。でも、これを含めて、よし、やろうと思える人は絶対できます。あ、まあ、じゃあ、本当にそれはそう。そういうことよ、ね。絶対できる。いろんな意図が含まれてるんですよね。うんうん、裏技とかじゃないし、うんうんうん、なんかね、筋トレですよ。うん、まあ、本当に。本当そう。雑に言うと筋トレですよ。うん、すごく筋トレなんで、積み重ねですよ、ね、積み重ねなんですよね。一日筋トレしてマッチョにならないじゃないですか。そうですね。まあ、3年ぐらいかかりそうじゃないですか。あのよく見る、ね、横川くんとかさ、筋肉とかさ、ああいう1年ではなれないでしょっていう、うん、あの筋肉はね、あの筋肉に1年でなれないなってロードマップはみんなできると思うんですけど、なぜか歌になるとなんか自信満々なんですよ。そうだね、あれよくわかんないんですよ、あれね、うん、あれ見えないからじゃない、見えないからなんですよ。見えないし、普段出してるから出してるし、なんか、まあ、生地そのなんか歌えちゃってるように聞こえたりもするから、ちょっとできるから、ちょっとできるからって思っちゃうんですけども、そこのロードマップもまあ何事も実はまあ一緒ですよね。そうです、そうです、っていうイメージ。まあそうですよね、うん、本当に。だからこれでこの動画をまだ見てる人は絶対できる。確かに。だから2027年まで見てほしいんですよ。あ、そうです。そしたらできますか。そうです、はい、いやできますよ、ね、いやそれはできる、うん、逆にポジティブなワードだと思う。本当に2027年まで頑張ればできる。そうね、逆に言うとできるかっこ2027年。そう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 、逆にポジティブワードかもしれない。でも2027年自由に歌えてるんだから最高や。最高ですよ。最高の投資だよ、うん、素晴らしい。兄さんみたいなもんですよ、うんうん、そうね、そうです。頑張ってみてください。積み立てね。そうです、積み立て兄さんです。はい、ということです、はい、頑張ってください、うん、ということですね。じゃあ先生、僕はねちょっとね、まあこれ何、もうお年玉じゃないですけど、これはもうね実践、超実践、ヘラチョコボイス現金。これね、僕って実はですね、うん、まああのボイストレーニングもしてるんですけど、はいはいはい、もう口癖みたいに繰り返すことがいっぱいあるんです。まあ僕もあります。それはまあ相当大事なことなんですけど、うん、まあそうですね、まあ、そのうちの一つを今日ね、うん、あの OC 仕事って解禁ですね。そうそう、まあだから僕のレッスン受けてる人たちって、はい、これを見てクスッと笑ってくれてると思うんです。ああ、なるほど、よく言ってるやつやん。これよく言ってる。そうか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 、これよく言ってるんですけど、そうですね、ヘナチョコボイスは現金なんですよ。これ何回言ってきたか分かんないんですよ。で、なぜこれ2024年版っていうことでね、はい、言わせていただいてるかというと、はい、ちょっとですね、うん、まあ、こうやってミックスボイスっていう言葉がこういろいろルフしてきてるじゃないですか。で、もちろんそれね、歌の上手い人はどんどん増えてるんですけど、一方でね、ヘナチョコボイスも増えてるんですよ。なるほど、うん、ちょっとね、病気みたいな、ね、まあ、病の流行りみたいな、副作用みたいな。そう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 、増えてるんですよ。そうなんです、比例して増えてますみたいな。上手い人も増えるんだけど、ちょっとね、ヘナチョコボイスも増えちゃう。そうかそうかそうか、まあでもそれはそうか、母性が増えるから。そう、なんかね、こう弱々しい声になってきてるんですよ、うん、で、まあなんていうのかな、ちょっと裏声気味だったり、すごいわかる、ちょっとこう喉詰め系の弱い声っていうか、すっごいわかります。喉軽く締めちゃってる、めちゃくちゃわかります。そうでしょ、めっちゃ多い、これがミックスですよね感が、めっちゃわかる。なんかこうそれね、ちょっとあんま良くない傾向なんで、うん、それめっちゃわかります、ね、この2024年にもういっちゃおうかな。あ、確かに、うん、あ、それ先生ちょっと僕それ、うん、すごい通ずるとこがある。そうでしょ、そうでしょ。僕も最近レッスンでよく言うんですけど、うんうん、こうは言わないんですが、はいはい、参考にするなら、うん、昔のアーティストを参考に しろよって言うんですよ。なるほどなるほど。90年代、2000年代の歌が上手い人、うんうん、いいですよ。なんでかっていうと、ヘナチョコの人がいないんですよ。そういうことですよ。マジで難しいんですけど、うん、なんなら今もいないんですよ。まあそう、今もいないのよ。わかりにくいですよ。いないんですけど、うん、もうね、すごい難しいんですよ、今の曲って。そう、うん、いろんな要素があるから、その声という
本質以外のものがめちゃくちゃいっぱいいて、障害物が多い。障害物が多い。すごいんですよ、ね。すごいの。前昔はこうストレートな 100m 走になったんで、そこの声という太い声という本質に向き合えるというか参考にできるんですよ。なんですけど、今のアーティストさんの声もそうなんですけど、そう、うますぎるというか、トライアスロンがすごいんですよ。トライアスロンがすごい。総合力が高すぎるので、声の部分以外の部分も情報として入ってきちゃって、そうですよ、あんま処理できないんで、昔のアーティストさんは、もうめちゃくちゃうまいし、今の曲も歌おうと思ったら歌えるんですけど、おそらくね、歌えると思うんですけども、まあ、ちゃんと土台がある、どっしりしてるんですよ。それはね、僕よく言います。思いました。これはね、だから、まあ、実際に、僕らだったら、まあ、そのあの実際にこうプロの方に指導したりとかすると、そうですね、その生声を聞くわけじゃないですか。そうですね。そうすると、他のこう悩んでくる人と圧倒的に違うのがやっぱり声量ですよ。本当にそうですね。これはね、みんな分からないと思うんですけど、やっぱりその画面越しだと。まあまあそうですね。だからライブに行くべきなんですよね。あ、そうですね。もうその必ず月に1回はもうライブに行ってほしいです、ね、本当にプロのライブを聞いて。耳を育ててほしい、うん。どの音量で歌ってるんだっていうのも、これはね、相当大事ですよ。いや、本当にそうですよ。うん、なんかこう、歌ってないですか、歌ってないです。こうやってやってるから、本当に。だからマイクで稼いでないんですよ。いや、本当にそうですね。ヘナチョコボイス、例えばどういう声なんですか。ヘナチョコボイスは、まあ、すごく多いので言うと、まあ、こんな感じですよね。軽く喉が詰まっちゃってる。かわいそうだね。喉上がって詰まっちゃってる。一瞬詰まってるんですよ。いや、そうなんですよね。わ、うん、かります。一生詰まるとかじゃなくて。そうですね。もう最初から詰まってる。一生詰まってて、一生鳴ってないんですよね。で、自分はそういう発声だと思い込んでるんで。うんうん、タイプとか、ね、うん、ありますよね。そう。で、まあこれ、まあ僕なんでこんなに厳しく言うかというと、僕ももともとケナチョコ系だったから。ああ、なるほど。だからそれはやっぱ強制しないといけないというか。あ、うん、そのフィールドの中では答えがないから。いや、そうなんですよ。うん、レールを変えないといけない。そう。まあだからここはね、ちょっと皆さん、2020年ぜひ意識して。ああ、なるほどですね。だからまあ、ぜひ、その生の上手い人の声を生声で聞かせてもらう機会。ああね、まだライブに行くはもちろんいいし、うん、まあ、なんならですね、もう自分がね、この人かなって思うボイストレーニング行って、はい、ちゃんとそのボイストレーナーの声を生で聞いてください。はい、なるほど、うん。それが大事かもしれない。マイク通さずに。そういうことですよね。そうすると、あ、全然違うっても気づけるから。ああ、いいですね。まあ、逆に、まあ、そうですね。うん。うん、まあ、ヘナチョコのボイストレーナーいないはずですから、ヘナチョコのボイストレーナー。絶対そうです。今の間面白い。いやいや、そうです。だから大丈夫です。必ず、はい、大丈夫なんで、行ってほしい。そうですね、うん、信頼できる人のほうがいてください、うんうん、なんか先生まだミックス関連ありますか。ミックス関連、まあでも時間がないからね。あ、まあ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 、そうですね。まあでもいっぱいあるのか、いっぱいあるですもんね、うん、先生ね。逆に次ちょっと気分転換で、あ、オッケー。じゃあ僕の専門で言うと、じゃあ、うん、デスボイス、あ、いいね。まあ歪み、うん、ですかね、周り、ガナリ、スクリーム、周りいきますか、うん、まあなんか先生としてはその、うん、僕の発声を間近で見てたり、うんうん、研究にご一緒させてもらったりとか、その感覚で実験の時とか、まあ普段ね、うん、あのたまにカラオケとか行くじゃないですか、うん、の時の感じとか。分かった。あ、これいいこと書いたな。これなんか褒めてもらえそう。あ、本当ですか。いや、分かんないけど、ちょっとこれにしよっかな。ちょっと月並みですが、はい、OK です。出しますか。はい、せーの、はい、どん。僕、あ、個性ってこと。個性、先生はかっこいいを極めるべし。おー、なるほど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 、なんか格言みたいな、うん、先生から言ってください。僕はね、やっぱりもともとロックももちろん好きだったけど、はい、自分がそんなに歪みをできるわけじゃなくて、はいはいはい、でも歪み声っていうのが出る状態。あ、そうですね。そこで A1 君と出会って、うん、そうですね、こんなかっこいい声があるんだって嬉しい。それを知れたっていう。ああ、で、実際そういう風にこう自分が出せてる声、出せてた声っていうのが、やっぱりその自分の限界っていうのを決めつけてたんだ。リミッターがね、ありました。でもそこでこう、いろいろ僕も自身も指導してもらったり教えてもらったりするじゃないですか、はい、そうするとやっぱちょっとずつできたりするし、そ う、ね、うん、そうすると、あ、かっこいい声ちょっと俺もできるじゃないですか。そこそこ。だから多分歪みってみんな何もしてなくてもできる人もいると思うんですけど、まあそうですね、かっこ悪いなって思ってる人結構いると思うんですよ。いや、そうなんですよね、大抵そうだと思いますよ。なんか歪むんだけど、うん、かっこ悪いかもなって思ってる人いると思うんですけど、大体、うん、それはね、もったいないんですよね。あ、そうですね、磨いていけると思います。だからまあいろいろなんかこう歪ませようって思うよりも、かっこいい声を例えばワンオフ聞いてかっこいいと思うじゃないですか。ね、例えばもうリンチの曲聞いたら、ね、あ、いいっすね。ね、なんかもう燃えるじゃないですか。そうです、そうです。そういうかっこいいアーティストのシャウト、スクリームを聞いて、もう影響を受けて同じ声を出そうと思ったらいいんじゃないかな。
あ、でもそうですよね、うん、いや、それ確かにそうですよ。だからなんか限界決めない方がいいかな。あ、そうです。特にスクリームに関しては、うん、その歪んだらゴールじゃないって、なんか一応思っちゃうんですよね。まあ、歪ませたから、まあ、自分の歪み具合かっこよくないな、終わりじゃなくて、うん、その先ってまだまだある、あるし、歪みの、まあ、あの、なんだろうな、難しいところは、うん、まあ、ちょっと怖いですからね、うん、その限界をより突き破ろうと思った時に、うん、ちょっと痛めんじゃねえかとか、あ、まあ、確かに痛いなとかね、まあ、怖いんで、恐怖、恐怖がちょっと隣り合わせってのがあるから、うん、ちょっと難しいですけど、なんか隣に、ね、大丈夫だよって言ってくれますか。あ、そうですね、僕はそれは一応気をつけてて、気をつけててか大事にしてて、うん、多少そのダメージを伴う時とかあるんですけど、うん、あの練習の際はそれはもちろんある。自転車乗るときだって転ぶじゃないですか。そうそうそう、それと同じようにダメージがあるときもあるんですけど、あの、なんだろうな、それはダメなんですよ、うん、その発生はダメなんですけど、うん、改善していけるものだったら、うん、まあまあいいですよ。そう、ね、うん、いう過程で言うこととかはちゃんと断言してあげるように気をつけてて、逆にちゃんとこう習って、うん、あの抜け感がある弾みを習った方が、うん、そうですね、逆にダメージがなくなるんで。そうなんです、うん、そうなんです、そうなんです。自己流もしちゃうと危険ですよね、結構ね、結構危険かもしれない、結構危険かもしれない、うん、聞いたら分かるし、はい、それはめっちゃ、うん、あれいいっすね、これ。これシンプルイズベストかもしれない。これなんかちょっと、あんまりこういう、ね、多分あ、ないじゃない、切り口というかね。うん、確かに確かに確かに。でも、とにかくかっこいいを目指していけば、うん、案外ゴールに。いや、案外そうかもしれないですね。ね、うん、大事ですよ。本当に。ざっくりした練習も結構大事なんで。いや、昔だから僕だったらさ、ハイドさんのシャウトを聞いて、あ、はい、クリーン乗っかるじゃないですか、かっこいいやつが。イエーイって。そう。かっこいいね。それを出したいけど出せない。はい、ってことはできないんだと思ってたんだけど、そうか、それはやっぱりちゃんとこう習って教えてもらったら、はい、まあ、その同じことができないように近づけるというか、はい、まあ、なんでちょっとちゃんとね、かっこいいを目指していいんだよと。おー、素晴らしいです、うん、ありがとうございます、はい、参考に、これなります、うん、僕言っていいですか、はい、僕個性って書いてますけど、うんうんうん、これはね、ですね、これ上級者ですか、上級者、中上級者ですかね、うん、何が言いたいかというと、それこそさっき先生ハイドさんの歪みだとか、うん、まあね、リンチとか、うん、まあ、リュウイチさんとか、うん、いろんなこうワードが出てきて、うん、歪み声ってワードも一応セット出てくるわけじゃないですか、うん、でその人みたいな声を出したいっていう、うん、でもちろんね、出せるようになるし、うん、近いものが出せるんだ、うん、全く無理だし、うん、全く同じものっては無理だし、性格が違いますか、ね、そう、構図が違うの無理、まあ、近いものは出せるし、同じような出し方のものは全然出せるんですけども、で、例えばその人が自分の歪み、うんうん、出せた歪み声を、もちろんベースがちゃんとあるとしてですよ、うんうん、いい発声という前提の歪み声ができましたとするじゃないですか。で、僕が例えば、お、その声いいですよ、かっこいいです、めっちゃいいです、普通にめっちゃ使えると思います、うんうん、言うんですけど、うんうんうん、ちょっと気に食わないかもしれないですみたいな、要は、いや、もうちょっとこうしたいですみたいな、なるほど、人もいるわけなんですが、いや、いいじゃん、なんでかというとですよ、うん、その声も残しつつ、うん、それこそその人の憧れの声に近づけることがもうできるし、確かに確かに、できるし、で、できるんだから、それは別に消さなくていいですよ。そうです、捨てる必要ないです、捨てる必要がなくて、あ、それ全部、別に全部引き出しなんだから、そうですよ、なんかその喉に悪いとかじゃないんだったらいいんですよ、よくて、で、本当に僕はここの底からかっこいいと思った声はかっこいいって言うんですよ、うん、僕、レッスン中一回も僕嘘つかないんですよ、うん、絶対にいいと思ったものはいいって言うし、うん、ダメなものはダメって言うんですよ、うん、っていうようにしてるんですけど、うん、だからいい声なんですね、ただまあ本人は気に食わないんですけど、でもいいんですよ、いいし、でもっとポジティブな言い方すると、うん、その例えば憧れの人いるじゃないですか、うん、その憧れの人はあなたもその声は出せないんです、うん、出せない、つまりそうそうそうです、うん、あなたはその声もできるし、うん、その憧れの人のみたいな声も出せる、そっか、そっちの方がすごいじゃんぐらいの、うん、そうぐらいの感じなので、ちょっと例えば今、まあね、画面の前のあなたが、うん、まあ、独学でねシャウトしてる人とかも多いと思いますが、うん、なんかこの声かっこよくねえかもみたいな、まあそんな悪くはないかもしれないけど、なんかかっこよくは聞こえないなみたいな、うん、っていうのは意外と自分ご自分がそう思ってるだけかもしれない。なるほど、面白いな。そう、片目から見たら全然かっこいいじゃん。特にこうシャウトに関して言うと、そう、そのミックスとかだと、その突き詰めていって一つになっていくのがあるんだけど、そうシャウトって広がっていきますよ。そうサラダボールなんだよ、もう結構。なるほどなるほど。そう、なんでもいい。そうですよ、ね。なん、そう、僕もこれよく言うんですけど、な、うん、でもいい。なるほどなるほど。喉に悪くないんだったら何でもいい、それもいいんだよってことです、それもいいし、なるほど、歪みこそ、うん、さっきの話じゃないですけど、うん、喉の構造が結構もろに関わってくるっていうか、うん、まあ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 、なるほど、声帯以外のものをたくさん稼働させる発声なんで、うんうん、その人の骨格とか、うん、なんかその日常の癖とかが良くも悪くも反映されるんですよ、なるほど、でそれは別に生かすこともできれば、はいはいはい、殺すこともできるんですけど、うん、消さなくていい、なるほど、忘れなくていい、残して何でもいいんだから、何でもかっこいいんだから、人間だわ、いやマジ、ほんといろんな、すごいね、
何でもいいですよ。だってぐちゃぐちゃな発声なんだもん、シャウトって。だからこれお互いなんかこう違うことを言ってるんだけど、はい、こうそうかもしれないです。同じっていうか、まあ その初級編というかね、はい、こう悩んでる人はかっこいいを極めていくっていうことだし、その先に出てくるものは捨てなくていいわけです。うん、ああ、そうです、そうです、そうです。仲間にしていきゃいいわけです。ボトムのボトムは一緒のこと言ってるかもしれないです。うん、かっこいいけど、喉に悪くないけど、いいんだから。なるほど。デスメさんがそもそも崩れた発声なんで。そうです。崩れたっていうのは、そのね、うん、音的にってそうです、ね。ディストーションがかかっててカオスな発声なんで、うん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 、いいじゃん。そうです。カオス、よりカオスじゃんみたいな。それもいいじゃん。いいじゃん。なるほど、なるほど。そういうことです。なるほど。っていうので構成。ああ、いいね。ういうい、いい、いい。やる気になったんだ。っていう感じを、ちょっと2020年、忘れずにね、うん、練習してほしい。なるほど、なるほど。っていうことです。ああ、素晴らしい。いや、素晴らしい。ありがとうございます。うん、じゃあ、最後は、はい、まあ、2024年、これからこう発声練習していきたいっていう人を見てると思うんで、はい、そうですね。ボイストレーニングで、まさに。なるほど。気をつけていく。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、これはもう、なんでもいい。表題曲みたいですね。なるほど。もう、注意事項ですよ。なるほど、なるほど。OK です。それを言いきましょう。OK です。これに気をつけろ。了解です。はい。なるほどね。すごい包括的なことになるわけですね。そうそうそう。いいっすよ、僕かけましたよ。はい、僕もかけました。ちょっとね、これはちょっとずるいかもしんないけど。これ大事なことだな。僕はね。はいはいはい。じゃあ出します。はい、行きましょう。行きましょう。せーの。ドン。ドン。はいはい。はいはい。はい、なるほど。先生、なんて書いてあるんですか。僕はですね、知識の選別。ああ、なるほどなるほどなるほど。ボイトレ、2020年のボイトレの時に。これは大事ですよ。意識して、ね、知識の選別、うんうんうん。僕はですね、2024年、大事にしてほしいボイトレの姿勢。はいはいはい。素直と会議。なるほど。もう2つ。なんか、ずるいけど、2個あるけど。曲の名前みたいですね。確かに。1曲できそう。できそう、できそう。なんか、そうです。密室系のなんか。なるほど、素直と会議です。そうそうそう。なるほど、なるほど。まあ、ちょっとずるいですけどね。まあ、素直と会議っていうのは、うん、これちょっと難しいんですけども、はいはい、まあ、相反する、ちょっと言葉ですよね。うん、なるほど。という側面も含めます、ね、素直っていうところ。素直さも、そして会議好きである。敵であることが大事と思って。なるほどなるほど。まあ、これはいろんな意味がやっぱ含まれててこのワードにもついたんですけど、うん、なんだろう、まあ、例えばボイトレ受けてる人とかは分かりやすいかもしれないですけど、うん、先生が言ってることが 100% 正しいとは限らないですよ、ね、うんうん、ただ、うん、ただ、うん、限らないけど言おうとしてることを雲とはちゃんとしつつ、なるほどなるほど、しつつ素直に受け入れてほしいんですよね。分かる分かる。一旦受け入れる気持ちですよ、ね、そう、ね、まあ、もっと簡単に言いますけど、練習をしてほしくてちゃんとやろうとちゃんとやらなきゃね。そうなんです。ずっと大事です。そうなんです、そうなんです。もっと簡単に言うとですよ、素直に練習をしてくださいっていうことですね。これを例えば整体行くじゃないですか、整体で猫背直したい、腰痛を治したい、なんか目の疲れを取りたい、いろいろあるじゃないですか。で、整体に1回行くじゃないですか、うん、治るわけないの分かるじゃないですか。分かるわけないね、うん、そうですよね。で、日常でも気をつけません、うん、なんか腰、ね、腰痛治したらこんな、このまま行く生活する人いってもいないと思うんですよ。まあまあそうだね。まあ例えるなら、うん、ですけど、日常でもまあ一応ちょっとこう腰を、うん、気をつけるじゃないですか。でもボイトってあんまりそれする人いないんですよね。そうですね。なんか分かる分かる。その同じ感覚で言うと、うん、その、まあ、整体とかそうですね、はいはいはい、その時結構良くなるじゃないですか。そうですね、そうですね。で、まあでもだんだん悪くなってまた行くみたいな感じなんですけど、ね、はい、このボイストレーニングで言うとその実感を持てるか持てないかも大事で、はい、まあ、逆に言ったらそこがボイストレーナーの実力でもあると思うんですけど、うん、あ、そうですね、やっぱり一回一回成長できるんですよ。できます、必ず。できます、いや、できます、うん、だからそこも大事ですよ。そうです、うん、できます、まあ、それもそうだなと今思いました。あ、そうです、うん、本当にそう。でもそのためにはそのまあそのレッスン中は、もうものすごい集中して、そうですね。なんかその、確かに会議的な人いるんですけど、うん、僕は相当怒ります。そういう意味で。ああ、まあまあ。会議的っていうか、その素直になろうというかね。そうですね。まずやろう、やろう。やって、これやってみよう。いや、そうですね。そしたらほら、変わるでしょっていう、その体感の、が改善ポイントになっていく。本当に成長ポイントになっていくんですよ。本当にそうです。うんうん、で会議っていうのは、会議はね、会議っていうのは何だろうな、何だろうな、たまに、うん、たまにね、まあ、違うこと言ってる人もね、いるんですよ。なるほどね。申し訳ないけど。まあ、要はその、なんだろうな、いわゆるその、ダブルスクールというか、別に、あれですよ、僕が 100% 正しいって言ってるわけじゃないですよ。なるほど、なるほど。ですよ。その、いわゆるダブルスクールとか、するとね。とか、まあ、なんか、もともと別のボイトレとかいう人とか、僕のところに来てくるときに、前、どういう練習してましたみたいな。よく言うじゃん。その、僕がその生徒さんの症状見たときに、あ、こういうパターンね、みたいな。まあ、数千あるであろう、うんうんうん、このパターンもあるから、ね、まあ、いくつかピックできるわけです、はい、で大体合ってるんですよ。自信があるんです、結構、うんうん、結構自信があるから、まあ、こういう人にはこういう練習がいいだろうなみたいな、
一回ロードマップができるんですよ。そうね。そう。このエクササイズ、エクササイズ、これ踏んで踏んで踏んで、ここでこうこうなるからこう、うん、できるんですけど、うん、そうなった時に、うん、まあそれまでどういう練習をしてたか、うん、今はどういう練習をしてるかっていうのが気になるんで聞くんですけど、うん、あ、なるほど、なるほどっていう時があるんですよ。うんうん、あ、なるほどなるほど、そう、あ、なるほどね、その症状にそれやる、あ、なるほどみたいな。めちゃくちゃありますよ。でもそれはね、まあ、僕はほらあのお医者さんなんで、なんかその民間でね何でもやっていいのとやっぱ全然違うから、言っちゃった、それはめちゃくちゃあります。めちゃくちゃあるんですね。めちゃくちゃあります。めちゃくちゃあるんだ。だからそうですよね、そういう意味での会議的になるっていうことは大事かもしれない。会議でもうこれに関して絶対なんですけど、うん、知識はまさにこうちょっとつなげていいですか。あ、いいっすよいいっすよ。それはね、もう知識を求めちゃダメなんですよ。だから、うん、ボイストレーニングで確かに正しいことも教えてもらうことも多いけど、はい、やっぱりそういうふうに懐疑的にならないといけないような知識とも教えられることがあるので、うん、やっぱりボイストレーニングはでもいつでも僕は有益だと思うんですよ、はいはい、だから僕はです、ね、まあ、常にボイストレーナーさん、まあ、はい、もういろいろな人を、まああのね、お知り合いでもいるし、はい、みんな素晴らしいと思うんですよ、はい、やっぱりその仕事も大変だし、はい、でもその生徒さんがやっぱり育ったり育たなかったりする、なぜかっていうと僕はその知識で教えようとしない方がいい。いや本当にそう思います、うん、自分の発声で教える方が変わってるぞ、うん、めちゃくちゃ分かります。逆に言ったらその生徒さんもそのいろんなこと言われるって混乱しないように、めっちゃそう、正しい知識あるんだけど、めっちゃそう、絶対に有益なのはあなたがかっこいいと思う、本当にそう、その声は答えなんです。そうなのよ、ね、そうでしょ。だからそれだけでも、もしボイストレーナーの人がめちゃくちゃなことを言ってたとしても、うん、その人の声があなたにとってかっこいいのであれば、それはいつでも先生なんですよ。本当にそうです、ね、っていう気持ちぐらいの方がいいのかも。いや、僕もそう思いますね。僕もそう思いますね、うんうん、知識はあった方がいいんですけど、うんうんうん、まあ、まあ大事なのは耳の良さと伝える力ですよ。そうそう、で、まあそれこそが知識なんですよ。そうですね、今僕が言ってる、マウン君が言ったこと、はい、これが実は大事な知識だったり、それは、ね、あー、そうですね、うんうん、もうね、本質ですね、うんうん、ワードに取られてないから。そうですね、うんうん、今パッと出しただけですから、うんうん、こんなワードはね、そうそうそう、ね、だけどまあそういう知識面で言うとね、いろいろ僕もこうあのディスカッションしてる中で、そうですね、かなり正しい知識、嬉しい、まあ、実際勉強して、ね、まあ、勉強めちゃくちゃします、めちゃくちゃします、嬉しいな。まあだからその中で言うと、これなんで2024年っていう中でのこの、うん、テーマにしたかっていうと、確かに確かに、なんかね、こう一巡二巡三巡してきてるんですよ。どういうかっていうと、いにしえの知識っていうのがあるんですよ。間違ってルフィするパターンで、あります、あー、これはあまりにも、え、生体振動そのことしてないけどみたいな、え、それはその発生のメカニズムに沿ってない、あー、なるほどね、明らかにおかしいわみたいな、あるな、言葉かっこいいんです、ある、あ、わかる、すごい横文字でかっこよかったりとか、わかる、それで、その、まあ、ボイストレーナーとか、わかるわ、それを発信してる人は自信もまたりもするんだけど、わかる、だけど、それは違うよっていうのが昔は結構あったんですよ。ありましたね。まあまあ、なんかこう、あの、なくなったなと思ってたんですけど、コロナ禍ぐらいはあんまりなかったかもしれないです。なかったかなと思って、思います思います。割と僕もきつい発信をね、こう、うん、したりもした。確かに。なんかまたね、なんかこう、分かる、出てき始めてる。すげえわかります。多分それはなんかこの、まあ、文化の流れだと思うんですけど、あーね、知識が軽くなってるんですよ。あー、僕らって、本当に、まあ、いろんなことを勉強しようと思ったときに、うん、簡単にその情報を取れるじゃないですか。ものすごく便利でいい時代になったんです。そうですね。ところが、ボイトレに関して言うと、その分、その、まあなんかこう、根拠がない、新陳代謝がもう、また、そうそうそう、またこう、昔言われて、もう完全に違うよねって言われるような知識すらも、また復活して、バン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 って出てき始めてるんで、もう表皮でしか吸収してないですもんね、栄養を。なるほど、なるほど。シュッシュッって、そうなの、神秘に入ってない。栄養にできないんだよ。そう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 。すごいバリアあるんだよ。そうそうそう。まあ、そうそう。そうなんですよ。面白いな。まあ、とにかく、まあ、なので、よりですね、その皆さん、こっから頑張ろうっていう人に関しては、うんうん、はい、知識に惑わされないように。逆に言ったら、まあ、まあ本当に、まあ、僕とかは、まあこのまあ、ドクターの立場があるので、うん、絶対にそういうね、あの、あやかなことは言わないつもりだし、かといって断言するつもりもないですけど、はい、まあ、あの、ね、正しい知識っていうのは、まあ、発信するには気をつけていきたいなと。要するにソースについてもね、明確にしていくというか。いや、そうですよね。まあね、まあ、そういうところの情報をぜひね、あの、参考にしてもらいたいなっていうのはあるから。全発生の界隈に言えますね。僕もちょっとそれは心当たりありますね。うんうんうん、僕の界隈は。あ、ほんとですか。そうそう、はい、あの、っていうのが結構あるんでね、はい。なるほど。まあ、その辺はちょっとお気をつけいただきながら、はい、あの、情報の下選択をしてもらえばいいなと思いますね。はい、そのところですかね。そうです。一旦この3個のテーマに合わせて発表してまいりましたけれども、うんうん、この、じゃあ2024年、はい、今ちょっと発表したこの、まあ、
3項目3項目で、うん、6つぐらいですけど、はい、だいぶ結構濃い、気をつけて結構こう熱弁してしまいましたけども、確かに結構見ましたね、ちょっと参考にしてもらって、はい、この年始のやる気をぜひ皆さん、はい、灯したまま、うん、練習頑張ってみてください。そうです、絶対上手くなれる。年末振り返りしましょう。振り返りしましょう。おもろいな、はい、あ、こう覚えてましょう、これ思って、はい、っていう感じでございますので、はい、今日の内容すごく参考になったよという方はぜひグッドボタン、あとですね、チャンネル登録まだお済みでない方はぜひよろしくお願いします。2024年皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。バイバイ。